皆様、こんにちは。高校地理エクストリーム、冬季講習、全部で5コマのうち2コマ目の授業でございます。前回に引き続き、担当は私、河合東進でございます。どうぞよろしくお願いします。まずはですね、前回の授業内容の復習から参りましょうか。 えー、では行きましょう前回の、えー、復習です札幌のキャバクラは要するにセクキャバ山形から見た仙台は気合次第で通勤券 JR 湘南新宿ラインで寝過ごしたらもう宇都宮岐阜羽島駅にも役割がある 金沢は小京都と名乗らず胸を張っていい米原駅にも役割がある阪急梅田駅の食堂街は超いい岡山のイオンは引くぐらいでかい長崎でレンタサイクルを借りると損する、ええというような内容を前回は学びました まあえー、高校地理エクストリームの、ねえー、仕上げの一番最後、冬季講習でございますからね。内容も、えー、かなり高度にはなっていますが、ね、皆さん大丈夫でしょうか。えー、それでは、ね、今回の内容に関して入ってまいりましょう。えー、では、まずは、えー、今回の授業内容に関してなんですが、えー、こちらでございます、えー。今回はですね、実際の、えー、入試で出題された 高校地理エクストリームの過去問をもとにですね基礎的な知識と考え方を確認していこうという風な授業となっております授業の中では択一式問題並びに論述問題の双方を扱ってまいりますまあ択一式の問題はですねいわゆるマーク式というんですか共通テストであったりあるいは 次第のね入試なんかでよく出題されますし論述に関してはですね国立大学の二次試験などではよく出る問題でございますどちらもこの授業では扱ってまいりますそしてそれらを通してですね試験会場で使える点を取るための考え方を学んでいけたらなと考えておりますそれでは内容に入ってまいりましょう基礎編でございます 基礎編では共通エクストリーム試験の過去問をもとにですね基礎的な知識と説問への対処法を学んでいこうと考えておりますそれでは一番最初2011年の共通エクストリーム試験の過去問からです青森県民の多くが天気予報でしか見ない地名は次のうちどれか 青森県民の多くが天気予報でしか見ない地名は次、えー、のうちどれかという、えー、問題でございます、えー。問題文だけ見るとね、えー、非常に難しい問題に思われるかもしれません。えー、選択肢まいりましょう。一、えーえー、青森市、二、えー、弘前市、三八戸市、四深浦町となっております。えー、皆さん、 えー、この問題いかがでしょう、えー、答えの方はね出せましたでしょうか、えー、青森市弘前市八戸市深浦町という、えー、選択肢の並びでございます、えー、それでは、えー、回答の方参りましょう、えー、青森県民の多くが天気予報でしか見ない地名は深浦町です、えー、深浦町ですこの問題、えー、いかがだったでしょう解けましたかね この問題は昨年の地理エクストリームのね受講生にも解かせたんですけれども昨年の受講生でまあ95%ほど正当していましたから本番では落とせないレベルの問題となっておりますね。深浦町という回答を導くためのヒントといいますか考え方といたしましてはまず1個だけ町だから。 これ大変大きいですね、えー。青森市、弘前市、八戸市と来て、えー、深浦町ということでね、ピンと来てほしいところでございます。えー、あるいはですね、えー、次のヒントといたしましてはですね、はいえー、明らかに聞いたことがないからということでございまして、えー、あのこのクラスにもね、あのまあ、もしかしたら、えー、深浦町という町があることを知っていた、えー、生徒さんがね、いらっしゃるかもしれませんが、まあ、いないでしょうからね。 えー、そこから、えー、導けたのではないかと期待したい,いうところでございます。えー、あるいは、えー、そういう意味で言いますとね、この問題は純粋な知識問題ではないわけでございます。ね、知らないことで即、えー、答できるというふうな、えー、問題となっております。ねえー、青森市、広崎市、八の弊社はなんとなく聞いたことがあるかもしれない。でも、深浦町ということでね、そこから、えー、知らないものをということで即答できた可能性があると。えー、あるいは、 知っていても即答できるわけでございます。えー、知っていても、えー、というよりもあの知っているならばより早く絶対これだと即答できるわけでございます。えー、これに関しては深浦町民も即答できるのではないかと、えー、思いますけれども、まあ、そういった、えー、問題でございました。まあ、この問題から、ねえー、抽出できる回答のポイントといたしましてはこちらでございます。えー、まずですね、卓越式問題は 選択肢を見比べることから始めようということですね。4択問題の多くは選択肢が何らかの規則によって3対1または2対2に分かれるようにできております。そういった選択肢の分け方のルールをつかむことがポイントとなっております。例えばある問題の選択肢がね、では東京、大阪、 とえー、じゃあ、えー、新潟徳島だとしましまょうこれはある種、えー、都市部と、えー、地方という風な、えー、2対2の、えー、区分があるのではないかと考えられるわけですね。選択肢の並びを見た瞬間にそういった、えー、グループ分けをする意識、えー、これを持つことで非常に回答のスピードが上がりますので今後意識してみてください。では次の問題参りましょう。 えー、次の問題です2013年の、えー、共通エクストリーム試験の過去問でございます福井,、えー、い福,井い福井駅前の音の鳴る恐竜像について福井県民が思っていることはどれか福井駅前の音の鳴る恐竜像について福井県民が思っていることはどれかねえー、という問題でございます えー、こちらも選択肢の方、えー、見てみましょうか。1番、おしゃれだ。2番、誇らしい。3番、欲しい。4番、うるさい。えー、おしゃれ、誇らしい、欲しい、うるさい。さ、えー、答えの方、えー、皆さん、導けたでしょうか。ね、では、回答の方、参りましょうか。福井駅前の 音のなる恐竜像について福井県民が思っていることはうるさいですねうるさいですえー、こちら、えー、回答を導く、えー、考え方といたしましては、はい、うるさそう、えー、まずうるさそうですね音が鳴る恐竜の像うるさそうです、えー、次福井駅前は静かに決まってる ならば、恐竜の声は悪目立ちする、故にうるさそうというふうな、そういうふうな、えー、手順で考えていただければと、えー、思います、まあえー。選択肢にはありませんでしたが、えー、強いて、えー、別解として言うならば、怖いですかね。別解は怖いということで。えー、こちらの問題もですね、えー、昨年の受講生も、えー、かなりの割合で正当した問題です、えー。こちらも得点が欲しいところですね。 まあこの問題から、えーまあえー、抽出すべきポイントといたしましては、えー、こちらです、はい、問題文の中でねあの未知の情報、えー、とても、えー、教科書には載っていないような情報が、えー、出てきた場合にはですね実際の現地の生活の様子を推測しようということでございます、えー、まあ心、えー、地理エクストリーム相当、えー、教科書にもいろいろ詳しく書いてあります えー、札幌のキャバクラはセクキャバラとも書いてありますが、えー、書いてありますが、えー、福井駅の、ね、前の恐竜像が、えー、どんな印象を持たれているかは、教科書には書いてないわけですね。しかしですね、教科書に書いてない、えー、未知の情報というのは、えー、あなたにとって未知ならば、試験場のライバルにとっても、えー、未知の可能性が高いわけでございます。えー、いかんせん、皆さんはね。 教科書の内容に関しては、学期の講座で大変よくえ勉強したと思います。ですから、試験場でねえ、仮に知らない単語が出てきたときにですね、慌てなくて良いわけでございます。どうせみんなも知らないんですよ。みんなが知らないものをえどうにかして推測する、そういったゲームが始まったと考えてください。受験で問われるのは知識だけではありません。 社会や、あるいは理科、あるいはまあ英語あたりもですかね、どうやらなんかこう、暗記科目と考えるね、生徒さんが毎年いらっしゃいますが、もちろんそうではありません。その場その場で頭を働かせて考えるような受験生になってくれたらですね、本番の得点も変わってくると思いますよ。では、次の問題参りましょう。共通エクストリーム試験2017年の過去問でございます。 滋賀県大津市は何県かという問題でございます。滋賀県大津市は何県か。うんまあ、全問答のようなね、えーまあ、ある種難解な、シンプルにして複雑な問題文でございます。選択肢の方を見てまいりましょう。1番、滋賀県。2番、奈良県。3番、三重県。4番、京都府でございます。 えー、滋賀県、大津市は何県県か、えー、滋賀県奈良県、えー、三重県、京都府という並びでございます。さあ、皆さん、えー、答えの方選べましたかね、えー、この問題ね、昨年の、えー、受講生の正答率は、まあ、5割前後になってしまいました。いかがでしょう、皆さん、えー。それでは、えー、回答の方参りましょう。えー、滋賀県、大津市は、滋賀県にあります。 ねえ滋賀県にありましたいかがでしょう、えー、教室の半分ねあのきっと正党後等半分半分だと思います滋賀県正、えー、党できた方手挙げてくださいなるほどなるほど、えー、下ろしていただいて残りの方は、えー、後等ということでございまして、えー、この問題答え滋賀県と導く、えー、考え方に関して、えー、解説してまいりましょう最、えー、も,もねこの滋賀県は滋賀県というのを、えー、導く考え方ベストはですねはい そりゃそうということでございます。そりゃそうです。滋賀県大津市は滋賀県にあります。えー、そりゃそうでございます。問題文に書いてありますからね、えー。問題文に書いてあります。おそらくね、誤答された方、おそらく京都府と答えられたのではないかと思います。えー、しかしご覧ください。大津は、えー、京都の植民地とかは、えー、冗談でございます。えー、冗談ですからね、えー。滋賀県は滋賀県でございます。 えー、受験に偏見が出るわけはありませんからね、えー、こちら低か,かった方ですね、えー、よく反省して受験本番、えー、会場に向かっていただければと思います、ね、この問題から、えー、抽出すべき回答のポイントはこちらでございますね、えー、自分で変に考えすぎるのではなくあくまでも問題文に即して考えようということでございます思い込みを排して回答する、ね、こちらを強く意識してください ね、世の中には、引っ掛け問題があるわけではありません。ね、あなたが引っかかっているだけなんですね、うん。引っ掛け問題があるのではない。自分が引っかかったのだと。そう考えて、えー、この問題引っかかった方はですね、よく反省していただければと思います。えでは、えー、次まいりましょう、えー。次の問題がですね、今日扱う最後の問題でございまして、えー、今日のラストはですね、発展編といたしましてですね、 えー、京都エクストリーム大学の過去問をもとに論述問題の回答法について学んでいこうと思います。えー、問題がこちらでございます、えー。2015年の過去問から。北海道新幹線の開業により、えー、経済の活性化が期待された函館氏だが特に恩恵を受けなかった。えー、この経緯について句読点を含め、えー、90文字以内で説明せよ、えー、というふうな問題でございます。 えー、北海道新幹線の開業により、経済の活性化が期待された函館市だが、特に、えー、恩恵を受けなかった。この経緯について、句読点を含め90文字で、えー、90文字以内で説明せよということですね。まあ論述問題はあ、まあ90文字と言われたら、もうおよそ80文字台にはまとめたいところですね。まあマイナス10文字ぐらいまでは、えー、書いてしまいたいところでございます。さあ、A と、A の方フ、えー、作成してみてくださいね。 いかかがでしょうか、えーまあ、この種類の問題ですね、えー、京都エクストリーム大学であるとか、えー、東京エクストリーム大学、えー、北海道エクストリーム大学、名古屋エクストリーム大学、つくばエクストリーム大学、まあ、いろんな、ねえー、国立のエクストリーム大学で、えー、出題されますし、まあ、あるいは、えー、一番難しいところで言えばですね、一橋エクストリーム大学なんかはねかなりいやらしい問題を、ね、出してくるわけですが、いかがでしょうか書けましたかね さあ、えー、回答を参りましょう回答こちらでございます新幹線開業により、えー、観光客増加や人口流入が期待されたが肝心の新幹線駅が観光地や商業地域から遠い郊外に建てられ露骨に札幌まで新幹線を伸ばすための前皿とみんな勘付いたから、えー、86文字でございますね、えー、86文字でございます 新幹線開業により観光客の増加、人口流流が期待されたが、肝心の新幹線駅が観光地や商業地域から遠い郊外に建てられ、露骨に札幌まで新幹線を伸ばすための前座だとみんな勘づいたからえ。ということでございまして、ここまでがえ今回の「え高校地理エクストリーム」の2回目の授業でございました。それでは、今回の最重要ポイント、え復習してまいりましょう。 今回の最重要ポイントはこちらです。福井駅前の恐竜はうるさい、えー、以上、高校地理エクストリーム第2回の授業へ、えー、お相手私、河合東進でございました。また来週。